マイク団等にはアメリカ合衆国の北米プロバスケットボールリーグ NBA の指導者。NBA ではデンバーナゲッツ、フェニックスサンズ、ニューヨークニックス、ロサンゼルスレーカーズ、ヒューストンロケッツでヘッドコーチを務め、2020から21シーズンからブルックリンネッツでアシスタントコーチを務める。ウェストバージニア州出身。選手時代は NBA の他イタリアでもプレーしており、 アメリカとイタリアの国籍を持っている。イタリア式ランガムオフェンスの指導者として知られる。ポジションはポイントガード。身長191センチメートル84キログラム。カンザス大学出身。1973年の NBA ドラフトにて、カンザスシティオーマハッキングスから2巡目指名を受けて NBA 入りを果たす。 ルーキーシーズンは4.8得点2.4アシストの成績を残し、オールルーキーセカンドチームに選ばれている。キングスでは3シーズンプレイし、その後は ABA のスピリッツ・オブ・セントルイス、再び NBA に戻って、サンアントニオ・スパーズを渡り歩いた。NBA、ABA では4シーズンプレイし、通算成績は180試合の出場で3.4得点2.0アシストだった。 1978年を最後に、ダントーニはイタリアへ渡る。イタリアリーグのオリンピア・ミラノと契約したダントーニは、このイタリアを代表する強豪チームで、1990年までの13年間プレーすることになる。アメリカでは開花しなかったダントーニの才能は、ミラノの地で大きく花開いた。ダントーニに率いられ、チームは、イタリアリーグを5回、イタリアカップを2回、 そして1987年と1988年の欧州チャンピオンズカップなど数々のタイトルを制覇した。13年間のプレーで通算455試合出場、通算5573得点、通算1140アシスト、平均2.5アシストはいずれもオリンピアミラノのチーム記録である。イタリア国籍も取得したには1989年に イタリア代表として欧州選手権にも出場している。スティールが得意だったことから、地元ファンからは、アルセーヌルパンの愛称で親しまれた。そんなファンの中で、彼に憧れ、後に NBA のスーパースターに登り詰めたのが、当時イタリアに住んでいたコービー・ブライアントである。イタリアバスケット界のスターとなった団頭には、1990年にはリーグ史上最高のポイントガードに選ばれ、 現役から退いて18年後の2008年には、ユーロリーグ史上の偉大な50人の貢献者に選ばれている。1990年に現役を退いた団頭には、そのままミラノのヘッドコーチに就任し、1994年まで務めた。1993年にはチームをコークカップのタイトルに導いている。1994年からは、 イタリアのもう一つの競合チーム、パンラカネストロ・トレビーゾのコーチ職につき、1997年にはイタリアリーグの優勝に導いた。イタリアリーグでは1990年から1998年までの8年間コーチを務めたが、二度の最優秀コーチ賞に選ばれている。イタリアでコーチとしての評価も固めた弾頭には、満を持たして母国アメリカに外戦することになる。 NBA で最初にヘッドコーチについたのは、デンバーナゲッツだった。1998から99シーズンから、ナゲッツを率いたが、ロックアウトで50試合に短縮された、このシーズンは14勝36敗と振るわず、弾頭には1シーズンの未識しただけですぐさま解雇された。出花をくじかれた弾頭には、その後は、サンアントニオスパーズのスカウト職と、 ポートランドトレールブレイザーズのアシスタントコーチを経て、イタリアに舞い戻ることになる。再びパラ・カネストロ・トレビーゾのヘッドコーチに収まった、ダントーニは、2001から02シーズンにチームをリーグ優勝に導いた。この時トレビーゾには、多くの元 NBA スター選手が在籍しており、彼らを指揮したことが、ダントーニにとっては大きな経験となった。そして2002年から再び、 アメリカに渡り、フェニックス・サンズのアシスタントコーチに就いた。サンズでのキャリアは、ダントーニの名を、アメリカバスケットボール界にとどろかせるとともに、イタリア式ランガンオフェンスの旋風を巻き起こすことになる。2003から04シーズン中、フランク・ジョンソン HC が解雇され、ダントーニは、ヘッドコーチに昇格した。ダントーニは、残りの61試合を率いたが、 21勝40敗と振るわなかった。弾頭には、ナゲッツ時代のような即刻解雇は免れたが、彼の標榜するラグガムオフェンスを実現するためには、優秀な司令塔が必要だった。弾頭には、チームフロントと共に、チーム再編に乗り出す。そしてサンズは FA だったスティーブ・ナッシュを得た。 ナッシュの巧みなオフェンス展開と優れたシュート力は、ダントーニの理想とする司令塔だった。ダントーニはさらに、パワーフォワードのアマーレスタウダマイヤーをセンターに、スモールフォワードのショーン・マリオンをパワーフォワードに据えることで、走れるチーム作りを行った。オフの間に、強力なオフェンシブチームに生まれ変わったサンズはいよいよリーグを席巻する。2003から04シーズン。 29勝53敗に終わったサンズは2004から05シーズン、勝ち星を倍以上に伸ばす62勝20敗の大躍進を遂げた。ナッシュは MVP を獲得、そして弾頭には最優秀コーチ賞に選ばれた。サンズの成功は周囲を驚かせるとともに、ディフェンシブなチーム作りが中心となり、ロースコアゲームが展開されるリーグの傾向を変えるきっかけにもなった。 プレイオフでは、カンファレンス決勝まで勝ち進むも、ディフェンシブなチームの代表格である、サンアントニオスパーズの前に敗退する。この結果、ランガンでは、プレイオフを勝ち抜けないという批判も出てくるが、ダントーニは、自身の理念を曲げることはなかった。翌2戦後から06シーズン、チームは、オフの戦力流出やアマーレスタウダマヤーの故障などで苦境に立たされた。しかし断頭ニが 戦力の穴埋めとして獲得したラジャベルやボリス・ディアウはシーズン中に大きく成長し特に本来はスモールフォワードのディアウをスタウダマイヤーの代わりにセンターに起用したことが的中しサンズは54勝28敗と大きく崩れることはなかった。翌2006から07シーズンにはスタウダマイヤーが復活しチームは61勝21敗の好成績を収めるが プレーオフでは、ナッシュの負傷やスタウダマや、ディアウの出場停止処分など数々の不幸が襲い、スパーズに再び敗れる。大躍進を遂げてから4年目の2007から08シーズン、そろそろ大きな結果を出さなければならなくなったサンズと、断頭には、オフには、ベテランのグラントヒルを、そしてシーズン中には、大物センターシャキール・オニールを獲得し、勝負に出た。 オニールの代償としてサンズは、ショーン・マリオンを失った。走れない、センターのオニール獲得は、ダントーニの方針に反することだったが、インサイドの強化のため苦渋の決断だった。プレーオフ1回戦ではまたもや、スパーズと対戦。オニール獲得は、対スパーズ戦も意識したことだったが、スパーズのサンズ対策は万全で、ダントーニのチームはなす術なく散った。4シーズン連続で、 リーグトップクラスの勝率を収めながら、いずれもプレーオフ途中敗退したことは、断頭に体制の限界とも捉えられた。シーズン終了後、スティーブ・カー GM は断頭にの方針に疑問を持つようになり、そしてついに断頭にはサンズのヘッドコーチから退くことになった。優勝できなかったとはいえ、サンズをリーグを代表する強豪に育て上げた断頭にには、 多くのチームが興味を示した。シカゴブルズ、トロントラプターズなどが断頭にと接触したが、最終的にニューヨーク・ニックスのヘッドコーチに就くことになった。ニックスは極めて劣悪な環境で崩壊状態にあり、使い慣れたスタウダマイヤーの獲得などで3年目の2010から2011シーズンにようやくプレーオフ進出を果たすが、ファーストラウンドでボストンに スイープされた。2011から2012シーズンは、前シーズン終盤に補強したカーメロ・アンソニー、シーズン前に補強したタイソン・チャンドラー、彗星のごとく登場したジェレミー・リンの活躍が話題に上ったものの、勝率5割にも達しない状況で、シーズン24試合を残し、ニックスから去ることになった。オフ中に、ドワイト・ハワード、スティーブ・ナッシュなどを獲得し、 大型補強に成功したにもかかわらず、プレシーズンを八連敗するなどしたマイク・ブラウンの後任として二千十二から二千十三シーズン途中で、ロサンゼルス・レイカーズのヘッドコーチとなった。二千十三から十四シーズンは、主力の故障で成績を大きく落としついに八年、続いていたプレーオフ出場が途切れ、二千十四年四月三十日、辞任した二千十五年十二月十八日、 フィラデルフィアセブンティシクサーズのアソシエイトヘッドコーチに就いた。2016年5月26日、ヒューストンドケッツのヘッドコーチに就任。1年目の2016から17シーズンは55勝27敗の高成績を残し、2度目の NBA 最優秀、コーチ賞を受賞した。2020年9月13日、契約満了に伴い、ヘッドコーチを退任した。 断頭にといえば、ランガンオフェンスである。その超攻撃的なスタイルはボールを保持してから7秒以内にシュートを打つというものであり、またスリーポイントシュートなどのロングシュートを多用している。彼のオフェンス重視思考は選手たちには、好意的に受け入れられており、またオフェンスが大好きな選手しか集められていないのも、彼のチームの特徴であり、走れる選手を中心とした。 スモールラインアップを採用している。また通常試合中のローテーションは10人程度で、回すが、弾頭にの場合は7から8人程度と非常に、少人数でローテーションを支えている。ランガンはただでさえ、選手の肉体を酷使するため、このローテーション方法に疑問を持つ声も少なからず、上がっている。またディフェンスは二の次であり、この方針には、 プレイオフでは勝ち抜けないという批判もある。ありがとうございます。